あれだ、14番線、うん、行けますか？親子サンド。美味しそう。まだ電車が発車してないのに食べるという。来ました、ついに。あれ、富士山だ。食べたすぎる。お腹すいた、もう。お腹鳴った。すごい。うんうん。なんかいい感じにすごい。ごま味が大好きなんですよ。半分こしますか？今食べます。はい。これ足飛び出てるの。開いてんのかな。どうなってんだろう。あ、でも、うん、甘辛い匂いは、うん。いただきます。はい。あれに乗って、何でしたっけ？なんとかかんとか、どこに行くんでしたっけ？平安神宮に。あ、あれです、平安神宮。口に若干スズメが残ってるんですよ。まだいるよね。明日羽生えてるかもしれない。ピヨピヨ。ピヨピヨ。がさ、京都すぎるね。めっちゃ綺麗。大きい鳥居。平安神宮ですね。来ました。ここで遊んでたの。かわいい。あ、うさぎ、うさぎ。あ、ほら見て、すごい、ぷっくりしてる。さっきより。かわいいし、見て、うさぎいっぱいなの。かわいい、うさぎ。出なくて買えなかったから、守りも欲しい。さすがに可愛い。さすがは、うん、面白い。うん、ありがとう、気使ってくれて。私多分キチなんですよね。私最近本当にキチしか出てない。私も大キチだ。やった。願い事、初めは思いしくないが、必ず、あとは必ずよし。争い任せてよし。恋愛、誠意に答えよ。恋愛、愛情を信じなさい。なんか私は、
病の、まあ、焦らず頑張るみたいな、多分そんな感じかな。油断すんなって感じ。うん、そんな感じ。赤ちゃんみたいな、赤ちゃんみたいな。お散歩、ずっと来たかった岡崎神社に来れました。さあ次は何禅寺、3軒目の何禅寺に。ここですね。すごい、すごい神々しい。あ、いい時間ね。何かの建物が、何ですかこれは、エリカさん。寺です。ジャパニーズテンポですね。ジャパニーズテンポ。苔ですわ。何、苔が好きなんですか。全然苔ないじゃん、普段の生活。でも確かに苔生えることはないかも。でもこれ生やしてるじゃん、しかも。うん、生やしたい。こっちは密度が高い苔だ。苔取ってる人いるんですけど。ちっちゃい松を取ってるエリカさん、置いてきます。スマートのベルボト、レモネードにしますか。なんかすごい効率よく回れてる気がする、うん、ね。自分はね、うん、今日はいい感じで大阪神社行って帰って、今日は今日は楽しいです。すぐ楽しいんだぞ。あ、すぐ楽しいんだぞ。何時に起きます。どうしようね、本当だよね。うん、明日は朝ごはん、でも、まあ、ワンチャンホテルで食べてもいいかな。ホテルだとフランスで料金はかかるけど、チェックアウトがさ11時まで余裕ある。うん、ゆったりですよね、うん、ありがたいですね。駅近にすごい朝ごはんが有名そうなカフェとか喫茶店があったら、うん、そういうとこ行ってもいいし、うん、綺麗な空。ねえ。ねじってるよ。ねじってる？どこがねじ？呪術廻戦。本当だ、呪術廻戦だ。呪術廻戦のあれじゃん。感じじゃん。うん。そういう感じする。本当だ、ねじれてる。そこが八坂神社。そうですよ。こちらが八坂神社ですか。はじめまして。湯葉入り。何それ、ずるい。やめてやめて。九条ネギとか入ってるの、やばい、やばいんじゃないこれ。絶対美味しいって。夜来てよかったかもしれないです。縁結びの神だって。すごい提灯がたくさん、うん、きれい。私にも祈った。わあ、うん、って見える。ここですね。行きましょう。寝ましょう。乾杯。お疲れ様です。
ープン。おしゃれ。一日目お疲れ様でした、うん、2日目も早起きして楽しんでいきましょう。おやすみなさい。